メブレビー教団とは、イスラム教のイスラム神秘主義の教団の一つ。13世紀に、ジャラール・ウッディーン・ルーミーによって回帰された。セマーの様子セマーメブレビー教団は日本語では、千枚教団と言われ、スカートを履いた信者が、音楽に合わせて、くるくると回転をし踊るという宗教行為で知られる。これは、祈りの手段であり、回転は、宇宙の運行を表し、回転することで、 神との一体を図るというものである。教団の中心地は、ルーミー最後の地であるトルコの、今夜であり、ボビョーがある。ルーミーによる著作は、精神的マスナビー、シャムセタブリーズ、ルーミー56などがあり、特にルーミーが14年の歳月を費やし表した、精神的マスナビーは、全6巻で2万5 0 0 0句から構成され、ペルシア語のコーランと呼ばれている。 メブレビー教団は15世紀頃には、オスマン帝国の庇護を受け流星を極め、中には信攻するセリム三世のようなスルタンも現れた。しかし、1923年のトルコ革命では、脱イスラム政策の一環として、1927年までに霊病は破却され、教団は解散させられた。その後、歴史的文化価値などから復興し、霊病は、 博物館として一般に開放されており、またトウもルーミーの命日に体育館などで披露されており、トルコのトコニアを象徴する祭礼となっている。ありがとうございます。